ロッテの優勝って今年なの？長らくペナント勝ってないけど、ついに来るのかな？監督 WBC 行っちゃってたのにな。あんなことしててよく勝てるよな。いや、野球観戦行ってたわけじゃねえから、観光気分でじゃなくてピッチングコーチだから。佐々木今年も休ませながら使ってるのに強いのほんとすごいよな。フル回転してるならわかるけど。ブルペンデーでも普通に勝ってくるもんな。打線見ても何が強いかわかんないもんな。チャタニ4番もハマってたもんな。開幕前の予想が当たるわけないよな。4番チャタニで最多勝西野はよくわかんないな。名勝すぎてわけわかんないな。今は投打噛み合っててもこういう戦でだいぶ落ちるだろうからな。いや、ロッテをカープ扱いすんな。